幸せに生きると書いて後世です。はい、今日なんですけれども、だし巻き卵を巻いていきたいと思います。半年ぐらい前の初期の動画でだし巻き卵は作っているんですけれども、再度ちょっと僕の撮影のちょっとアングルが悪かったりとかして巻く様子とか見づらかったりとかしたと思うので、視聴者さんの方にどうやったら焦げにくいですかとか、巻き方のコツを解説しながら教えていただきたいですというご要望がありましたので、再度作らせていただきたいと思います。で、今回は卵をですね、前回は3つだったんですけれども、今日1パック10個使って巻いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではやってみようか。はい、それでは材料の紹介をします。3、2、1、合わせだし、卵、薄口醤油、みりん、大根おろし、以上です。卵を割っていきます。そうしましたら、ここの中に薄口醤油、みりんを投入していきます。で、ホイッパーで混ぜていきます。で、混ぜる時なんですけど、まずは1個ずつ黄身を潰して、で、ボウルの下に沿わせるようにして混ぜてあげてください。ボウルの底につけないように混ぜてたら気泡が入ってしまうので、できるだけ気泡を立てずに混ぜるようにしてください。こう卵を切る感じですね。そうしましたら、ここに出汁を加えていきます。最初から出汁を入れて混ぜてしまうと、うまく卵が混ざらなかったりするので、しっかりこの順番で卵、調味料を先に混ぜた後に最後に出汁を入れて混ぜるようにしてください。はい、それでは焼いていきます。ここで大事になってくるのが火加減なんですけれども、普通の出汁を入れない卵焼きの場合は水分が入ってない分、火力も弱火で火を通すことができるんですけど、だし巻き卵は出汁が入ってる分、普通の卵焼きに比べて火を中火から強火にしないとうまく火が通らないので、そこがなかなかちょっと難しいんですけれども、そこも練習してみてください。で、まあ、焦げないポイントになってくると、火力の調整、砂糖、みりんの分量で焦げるか焦げないかっていうのが決まってくるんですけれども、まずは巻いていきます。ある程度巻き鍋が温まったら油を引いていきます。まあ、テフロン加工の巻き鍋で、やるっていうのも一つの手だとは思います。で、ここで少し多めの油を引いてあげてください。やっぱり油が少ないと下にくっついたりとかして難しくなっちゃうんで、で、全体に油を回してあげます。前回ここの巻く時にこの上の画面に見切れてたんで、巻き鍋から上をちょっと多めに取ってあるんですけど、すいません、ちょっとカメラのアングルが難しいですね。卵を入れていきます。熱で膨らんだところを潰してあげて、で、周りにくっつかないようにこういうふうに横を切ってあげます。それで返すコツなんですけど、片方を卵の下に入れて箸で返すと卵が破けちゃったりするんで、右手は軽く添えるだけで、あとは左手が重要になってくるんですね。左手の遠心力で返していく、下に入れて左手の遠心力で返していく、左手の遠心力で返していく。そしたらうまく巻けます。奥に返すときは菜箸で巻き鍋をつくようにして振動で奥にやってあげるとうまく巻けます。それで奥に卵をやりましたら、また同じ工程ですね。で、この時に微妙にスライドさせていきます。卵を巻く時に火が出てる中心の位置に卵を持ってきてしまうと卵が焦げちゃうので、ちょっとずらしてあげて、ここの卵が乗ってない部分に火の中心を持ってきてあげるとうまく火が伝わります。卵を入れましたら、さっき巻いた卵の下にこういう風に液体を流してあげます。で、液体を流したらまた熱で膨らんでくるので、これを押さえて、で、切ると。で、左手の遠心力で巻きます。巻く
で、こういう風に中途半端に隙間が余ったらちょっとまたつついてあげて、卵を奥にやってあげます。こういう風に、で、ここの返す部分の幅ができたら、ここで初めて返します。こういう風に、で、また同じことの繰り返しですね。奥にも油をやって、スープで、奥にやって、手前にも油を引いてあげます。で、巻き鍋の中心の位置にスライドさせて、ここを温めてあげますと。ちょっとカメラのアングル変えてみますね。うん、ちょっと三脚一台しかなかったらパニクる。今度は横からどういう風になっているのかっていうのを撮影していきますね。そして油引いたら、手前に卵を入れます。で、奥に流す。火はこれぐらいの中火ですね。で、切る、潰して、で、左手の遠心力、左手の遠心力でこういう風に、左手の遠心力を使って右手は添えるだけ。こういう風に巻きます。で、この時に意識するのは、一回一回手前に重心をかけて、ここの手前の縁の部分を形作ることによって、こう角が立った綺麗な玉焼きができるんで、奥に落として奥もしっかり成形してあげるっていう風なイメージです。手前を温めて少し経ったら、また流し入れていきます。で、この工程を素早く繰り返すことによって、火に当たっている時間が少なく済むんで、焦げにくくなるっていうのが一つのポイントです。巻くコツっていうのは、右の菜箸だけ入れて、右手は動かさなくて添えるだけっていうイメージで、左手、あくまでも左手の遠心力、これを使って、巻きます。左手の遠心力で、手前に重心をかけて形作り、つついて奥にやる。で、奥にもこういう風に、手前にも油やったら敷きます。ちょっと前回に比べてワンパック使ってるんで、卵が大きくなるんですけど、最初はやっぱり少なめの方がいいと思います。ちょっと難しいんで、で、卵を流したら、この膨らんでる気泡あるじゃないですか、この泡、これを潰すんです。潰して切る、くっつかないように。切りましたら、こっちの右端だけちょっと下に添えるようにして、手前の端はもう添えるだけです。で、左のあくまでも遠心力を使って、こういう風に持っていく。慣れないうちはどうしても右手を使おうとするんですよ。右手を使ったら失敗するんで、イメージ的にはこういう風に、こう、何ですか、し、しを書くように、ひらがなのしを書くようにして、こういう風に持ち上げてあげると綺麗に、一回立ててパタンと落とすというイメージですね。もう一回いきます。巻くとこを重点的に火を入れてあげると、うまく火が通ります。し、で、あとはもう半分半分になったんで、卵が一回巻いたら終わりになりますね。手前にこういう風にやることによって、形が綺麗になります。僕の足がどうなってるのか、こういきますよね。で、巻くときに一つの余談ですけど、全体を使って下に入れるじゃないですか。やって巻くときにこういう風に角みたいな
クッションを入れてあげると手に伝わるまでに振動が減るんで、ショック吸収されて足でゆっくり倒れるようになります。まあこれは大丈夫です。卵半分より卵の方がでかくなってくるんで、ちょっと膜の難易度が高くなるんですけど、やっぱ最後多めに入れていきます。イメージ的にはこの網があったら、こういう風に返すんじゃなくて、こういう風に返すんじゃなくて、卵を立ててパタンと倒すような、卵を立てて遠心力で立てて右手に添えてる端でパタンと倒すような、こういう風なイメージを持ってあげるといいです。いきますよ、最後、せーの。最後は手前に傾けて成形して、でゆっくり奥にやったら焼き上がり完成です。そうしましたら巻き簾に倒して、こういうふうに成形してあげてください。こういうふうな感じですね。でちょっともう巻き簾以上のでかさになったんで、こういう時はこういうふうに型をですね、角を立てる、もう最低限角を立てる、こういうふうに立てるようにしたら綺麗な四角になるんですよ。こうやって角を立てる、熱いうちにやったら離す。はい、完成です。こういう風な感じですね。食べれる分だけカットして、あとはみんなのまかないにしていきたいと思います。はい、完成ですね。断面はこういう風になってます。はい、だし巻き卵完成しました。それではいただきます。うん、うまい。やっぱだし巻き卵といったらこれですよね。緑茶、乾杯。うまい。最後に一口いただきます。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。はい、それでは、僕の動画でだし巻き卵は2回目の撮影だったんですけれども、いかがだったでしょうか。なかなかすみません、うまく伝わらなかったりした部分も多々あったと思うんですけれども、焦がさないポイントは、火力、火の調整ですね。あとは砂糖とみりんが入れば入るほど焦げやすくなっております。みりんと砂糖は入れすぎない。卵焼きで甘めが好きだっていう方も多くいらっしゃると思うので、その時は火力の調整、普通の薪鍋だとなかなか火力の調整が難しかったりするんで、テフロン加工を施してある、薪鍋があったりすると思うんで、それですとくっつきにくくなっているので焦げにくくなるかなというふうに思います。いくら飲み込みが早い人でも、まあ、30回から100回ぐらい巻いていかないと、まあ、もしくはそれ以上巻いていかないとなかなかね、体得するのはまあ難しいと思うんで、そこはちょっと諦めずにやっていただきたいかなというふうに思います。まあ、僕は最初はまあ3ヶ月ぐらい、卵を下に落としたりとか、いろんな失敗を経て、やっとまあなんとなくコツをつかめるようになってきたというふうな感じなので、そこはもう心配しないでください。はい、すいません、長くなって
ってしまいましたが、以上となっております。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が良かったらぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。